はるなちゃん、はい、今日が最後の出番ということになりましたが、はい、そうなんです。半年やってた。半年やりましたね。半年。そう、どうですかこのシネマストリートだって。いやもう分かんないことしかなかったですよ。どうですかラジオ。でもなんだろう、本当初めてのラジオでマジで何も分かんなくて、うん、本当島岡さんと岡村さんに、うんうん、もう聞きまくってやっとできたって感じです。ここまで寂しい。いや、この人本当にできる人なのよ。いや、そうね。いや、あのね、さっきも言ったけど初めからできる人なんですよ。たまにいるよね。一番最初の時は一緒です、ね、初めから演技上手い人とかいるよね。なぜか一緒ですよ、絶対。すごい、最初と最後、まあ、偽善だ。偽善ダブル B。 あと59分頑張ろう。頑張ってください。終わったらあ、もう座った方がいいですか。終わったらいや、まだいいです。終わったらビールの方が、あ、いいですね。なんか喋ることある？もうちょっと突っ込んでいこうか。まあうね、ここでしか時間取れないと思うし。あ、じゃあ、あと夢の音とさ、先生が良かったですかね。さあ、第2部が始まりました。島岡みのぶさんからアシスタントが変わりました。松川春奈です、よろしくお願いします。松川春奈ちゃん、はい、は、女優さんでございまして、はい、この番組は今日で21年を迎えるんですけど、21年間の間に第1部のアシスタントはずっと島岡みのぶさんで、はい、第2部のアシスタントはね、そうですね、これ冗談じゃなくて、うん、30人ぐらい変わってると思うんですよ。めっちゃ変わってんじゃん。で、いろんなアシスタント経験したけど、はい、もう初めからできてこんなにね優れたアシスタント、僕の本当にね、生まれて8回目ぐらいですね。うん、まあまああるやん。うん、いや、でも、初めからできる人ですよ、あなたは。本当に？本当に見損なった。うん。でも、どっちね。いや、本当に。いや、僕、あまり怒ってないでしょ。だいぶ怒ってた。いや、でも、怒られた感じは特にないです。ないでしょ。うん、だって、いろんなことがね、初め、たまにね、俳優さんでもね、初めから上手い人っているんですよ、なぜかね。あなたは向いてるんだけども今日で辞めてしまうということで、で、女優さんとしての、はい、宣伝があります。 ありがとうございます、うん、映画夢の音がですね、東京に帰ってきます。はい、彼女の出演作です。はい、出演作12月28日秋葉原 UDX シアター。うん、まあ、でもこちらちょっと完売御礼となっておりまして。あ、いいですね。素敵、うん、パンパンです。うん、でもう一個、平成最後の日に加藤彩香という監督が平成最後の日映画撮ってたって言いたいなっていうだけで撮った、うん、いいね、オムニバス映画、うん、平成最後映画というものに、平成最後映画、はい、うん、私加藤彩香監督の組で、出演させていただいております、うん、それが、決まりまし、どんどん、まあ、イベント上映みたいな形で上映していってるので、うん、東京でもやったんですが、うん、今後ですね、神戸元町映画館決まりました。12月28日と12月29日2日間やります。はい、あと関西の方来てください、ね、はい、来てください。あとですね、これが嬉しい、私九州出身なんですが鹿児島で決まりました、うん、あら、そうなんです。と鹿児島のガーデンズシネマ、うん、と南大熊町中央公民館文化ホール、ああ知らない、びっくりしたの、の、2日間ですね、2月22日と2月の23日に、うん、やります。とその平成最後映画って11人の監督がやってて、その一人の監督が鹿児島出身の監督なんですよ、うん、まあ、鹿児島に住んでらっしゃる方で、なのでそれもまたその監督の、おじいちゃんおばあちゃんをドキュメンタリーで撮ってるんですよ、平成最後の日に。なんておばあちゃんの役ですか。あ、違う違います違う、それが本当にすごく よくて、やっぱドキュメンタリーです。ドキュメンタリーには叶いませんから、叶わない。じゃあ夢の音という映画が、12月28日で、これが、OL の役で、はい、そうです、ね、平成最後映画はどんな役で出てるんですか。平成最後映画は加藤彩香監督の組、一番最初に、どんな役ですか。役はですね、うん、その中で平成最後の映画撮ってますって言って、うん、映画撮ってるんですよ、その映画の中で、うん、で、あなたはどんな役ですかって聞いてるの。その女優の役です。はい。です。なので皆様、うん、よかったら遊びに来てください。はい、ありがとう。ぜひ。一言で言うと、あなたにとってシネマストリートとは何でしたでしょうか。うーん。続きはウェブで。じゃあ第2部の1曲目はこの曲、この曲の後は林和夫さんの登場です。パフューム再生、再生パフュームでした。林和夫の
声もいいんです。林和夫さんです。こんにちは。こんにちは。さっきはどんな映画でしょう。今日はですね、あの巡礼の約束という映画なんです、ね、うん、中国映画、中国映画なんですが、うん、私ねずっとこれあのチベット映画だと思ってたんですよ、うん、見てて、それで後でこれをまとめるレジュメをまとめる段になってよく見たら中国映画だ。チベットブリー、チベット、はい、どんあの昔あのあれ、あれあったじゃないですか、セブンイヤーズインティベット、はい、ですから、はい、そういう関係もあって、うん、まあ、中国でこういうような、ブラッド・ピットがね、中国でこういうようなちょっと宗教的な映画っていうのはね、うん、やっぱ時代もあのもう変わってるんだなという、なるほど、うん、それどんなストーリーでしょう。はい、ストーリーは舞台は中国四川省の山あいの村ギャロンというところなんですね。これもう最初から僕はチベットだと思ってきたんですけど、うん、実は四川省だった、うん、それは夫のロルジェという人がいて、まあ名前からするとあれですよね、やっぱりあのチベット族ですよね、うん、はい、それその父親と暮らすあのウォマというそのあの奥さんがいるんですけども、その奥さんがある朝夢を見て突然チベットのラサに巡礼に行くと言い出すんですね。それでいきなり旅に出ると、それを妻を心配して後を追ってきた夫ロルジェ、この夫がついてくるわけですよ、うん、それにあのこの奥さんには昔の旦那との間に息子がいるんです、いたんですね、そのノルウというの、それをお別れの際に実家によってそのお別れ挨拶をしたんだけども、これの結果的に、まあ、お母さんと一緒に行くって会いに来てついてきてしまうんですね。それで3人で旅を続けることになるんです。それである夜まあ奥様がこの巡礼の旅は実は前の夫の約束だったと告げるんですね、うん、まあちょっとあの旦那としてはね、そんなわざわざこんな苦しいような巡礼の旅をするのかと、それも前の旦那との約束かと、あんまり面白くなかったですよね。そうですね、うん、まあそんなこともあったんですけども、実はこの奥さんあの病気にかかっていたんですよ、うん、それ病を隠して巡礼の旅に出て、それ結局衰弱して死んでしまったという辛いお話なんですけどね、それ亡くなる前に、まあ、その前の旦那の遺灰で作ったあの仏像をラサに持って行ってくれと、その息子に頼むわけです、ね、うん、遺灰で仏像を作るの、を作るんですね、すごい、うん、それでまあ旦那の方はこの子供一人行かせるわけにいかないから、じゃあ俺が巡礼を引き継ごうということで、うん、血のつながない二人の旅を続けると、うん、いうお話なんですよね。まあこれ途中でですね、あの 母親を失ったロバというのが出てきて、それがとことこついてくると、あロバ本当のロバ、本当のロバって名前の人じゃなくて、あそうですロバ、まあ、ローバでもないですよ、うん、それやはりあの馬じゃなくてロバっていうのがいいんですよ、なんかあのしょぼくれ感がしてね、ちょっとなんかかわいい、かわいいね、なんか寂しげにこうとぼとぼついてる感じがね、よくてね、その2人と1匹という1頭というで、この感じがいいんですよ。それ何よりもやはりチベットの四川省、チベットの風景がまたあの見物なんですね。まあ決して風光明媚というわけじゃないんですよ、ね、ではない、あそうですよ、まあ、険しい感じ、自然が険しい感じでもないという、なんか、うん、あの田舎ほのぼのとした風景が続くという感じですね、うんうん、それとあとはチベットの文化や風俗というのは興味深いですよね、うん、それこれ巡礼の進み方して五体投地というやり方なんですよ、はい、あの五体を地に投ずるという書くんですね、そういう身を投げ出すという、これはそれ両手と両膝、うん、それ額の五体を、うん、あの地面に投げ伏して一歩一歩進むわけです。だから全然進まないじゃん。進みたいな感じ。そうそう。あの一旦立ってあの祈って、それ五体をなまた立って祈ってとか、一日に四五キロしか進まないっていう。それをやりながら進む。それをやりながら進む。それで大変じゃん。当然手なんかも擦り切れるんで、うん、手に。あのサンダルみたいなの、手用のサンダルみたいなのを作って、それでこう大変なことですね、それは、うん、五体投地をするという、まあ、そういうような風俗があって、あのあれですよね、それがまあ普通に、まあ、行われているようなんですね、うん、それそういう巡礼者がいるんで、まあ、周囲の人もその巡礼者には帰者するような、うん、そういう帰者っていうのはあのなんか差し上げるそう差し上げるね、うん、これ食べてくださいという食べ物を差し出したりして、うんうん、その旅のサポートをするわけです、うん、まあ、そういうようなあの文化があるんだなということで、まあ、それとあとはやはり先ほど話したように家族として複雑な家族ですね、うん、まあ、その辺の感情がよく表れているんですね、それまあ夫婦と親子の愛情というのもありますし、まあ、前の夫への今の夫の
嫉妬、うん、そういうものをね、まあこれは万国共通だと思ったんですけども、人間のちょっと煩悩みたいな、はい、うん、けれども亡くなった夫との約束を守るためにそこまでやるかっていうのはね、どうぞそこまで理解できないんですよ我々の関係としては。ちょっと僕らの感覚とは違う、そうですね、それで結果としてこの奥さんね、旅の途中で亡くなるわけですしね、うん、まあ、そういうことでちょっとあの理解しがたいんですけれども、まあ、この、題名巡礼の約束とあるんですけども、チベット文化圏の人々にとって約束というのは非常に重い意味を持つそうなんですね。それをこの映画で表しているそうなんですよ、うん、まあ、そういうことで非常にまあ、地味な映画ではあるんですけども、非常にそういう興味深い、うん、私もやはり前から言ってるようにね、非常になんかこうためになる映画というのを好きで、こういろいろこういう映画から情報が得られるという、そういうやはり行ったことのない、そうですね、全く知らない世界を知るっていうのはやっぱり映画の役割の一つだと思うんですよね、チベットのその山奥とかって僕らイメージできませんよね、あ、こんな感じかなとちょっと思うぐらいでね、僕はベルナルド・ベルトリッチ監督のシェルタリング・スカイっていうのを見たときに、これはある夫婦がもうダメになって何とかしようと思ってアフリカを旅するんですけど、はい、アフリカの奥の奥の奥まで行くんですね、はい、で見たことのない景色を、それ映画で見たんですけど、この夫婦の気持ちって今こんな風なんだろうなっていう、そういう部分ありましたね、映画、ありますね、ね、だからそういうちょっと風景と心象風景っていうんですか、そうですね、人間とか一致してるみたいな、ね、そうですね、おっしゃる通りですね、だからそのチベットの風景とその複雑な家族の環境とね、うん、そういうのがマッチしてるというね、おっしゃる通りですね、うん、はい、巡礼の約束、中国映画、10点満点で何、はい、8.5 点ですね、なぜ、いやこのいいとこはいっぱいあるんですけどね、うん、やはり約束をあの時そこまでしなくていいじゃないというちょっと釈然としないと、ね、僕らの感覚で言うとね、もう俗人と日本人の俗人として、ね、なるほどなるほど、わ、うん、かります、もっと楽な道あるじゃないっていう感じね、うん、でもタイトルもね、なちょっとキュッと締まる感じです ね、 そうですね、中国映画巡礼の約束、公開は2020年、来年です、2月8日土曜日より岩波ホールほか全国順次公開です、はい、そして2月と言いますと2月24日ですね、うん、これ林さんこの声でステージに立ちます、はい、ジョン・ラターとダン・フォレストのレクイエム2つやります、これはね、まあ、現代のレクイエムということで非常に面白い、良い曲なんで、ぜひとも聴いていただきたいなと思います、2月24日第一生命ホールで、3000円ですね、安い、はい、これ林さんどのパートをやるんですか。私はバスです、バス、バス、バス、ちょっと一節どう、あ、ちょっと無料ではダメ、ぜひ、わかりました、はい、ちょっと先ですけど皆さん、はい、2月24日月曜日、これ振り替え休日ですね、はい、あ、残念だ、このラジオの生放送で僕は行けませんけど、第一生命ホールで、はい、ジョン・タラ、ダン・フォレスト、レクイエム、生ける者のためのレクイエム、これに林和夫さんが出演されます。ちょっと来年の手帳に、はい、よろしくお願いいたします、戻っといてください、はい、いい声、林和夫の声もいいんです、顔もこの曲の後はジェイ・ホラーの父が登場します。フォーリン・パプリカ、フーリンのメンバーのニーツ・チセっていうのと、新海誠の娘さんだけど、ね、奥さんは岡本さんもよく知ってるの、ね、三坂は元アシスタントです、もしアシスタントも東大出てヌードになったやつ、東大出て韓国の大学卒業してヌードすごい不思議な女ですかね、立ってたこの歴代アシスタントすごい人いっぱいいるんですよ、すごい、うん、死んじゃった人もいるし、うん、あずさちゃんはモデルですごい綺麗な子で、3年ぐらいやってたかな、でペヨンジュンと一緒に韓国のネスレの CM とか出てて、37で突然がんなんて突然死んじゃった、いろいろ悲しい思い出が虫井テリオスさんがこれを録画してくれるの一点張りでくれて、まあサイトで見てみて、皆様お聞きの放送は川崎 FM、FMKCT です。79.1MHz でここ武蔵小杉駅前にあります、タワープレス1階の小さなスタジオからあなたへ。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 
お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで私岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なおこの放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。佐渡島でも大分でも皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきましてリッスンレディオのところをチェックしてみてください。そして岡村陽一のシネマストリート専用サイトでは過去の放送の動画をご覧になることができます。今はちょっと先月の末ぐらいまで見られるかな、もうこの年末には追いつくというふうに担当の者が言っております。過去の放送の動画をぜひ一度、岡村陽一のシネマストリートで検索してみてください。よろしくお願いいたします。この番組は今日で丸21年ということでございまして来週はお休みをいただきます。冒頭でも申し上げました。そして、1月の6日が今年最初の放送ということになりまして来月もすごいラインナップなんですがちょっとまだ申し上げられません。ひょっとしたら6日はゲストなしでわーっとみんなであらめったにありません。年に1回もありませんねそういうのって、うん、というのはなぜかわかります？春菜ちゃん、なんで？あのね映画のね封切本数が多いんですよ。もう上映できないぐらい多いんですよ。だからもうどんどんやらないと、うんうんうん、というんだけど、まあ、正月ぐらいはねとちょっと思ってますけどももしかしたら超大物が来るかもしれません。さあ大物といえば J ホラーの父鶴田則男監督です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。大物ですかね。 J ホラーの父ですよ。大したことないですよ。もうね女の幽霊は長いか 前髪垂らして幽霊っていうのはこの人が考えた貞子とかいろいろあるでしょ、うん、そうですね、うん、まあ僕が1991年に発売したビデオの本当にあった怖い話っていうのがありましてその中で、女の幽霊が出てくるんですけど髪の毛長い髪の毛を前の方に垂らしてそれがその女子高生に近づいてくるっていうシーンを撮ったんですよ。それを見た黒崎清さんがすごい絶賛して、中田秀夫監督もそうだし結局それが貞子に発展し黒澤監督のその回路とかそういったものにも全部発展してたっていうね、うん、世界的な監督に影響を与えている世界的な J ホラーの父すげえ。この人がもう今月1でレギュラーに来てますもう阿川泰子と呼んでますから違うもうすごいですよ。 いつの間にかねそういう意味でありがたいですよその阿川さんとか鶴田さんのようなすごい方が普通に来るようになって、うん、私は普通に毎週来てますけどね僕全然その映画じゃなくていつも小説の紹介ばっかり最近ね、うん、そうですねすみません、紹介するものいっぱいあるんですよって映画、ね、常にね、まあ、毎年この時期になると言ってるんですけど常になんかやってないとって感じでしょ。あ僕ね、うんまあ、確かにそうですね、うん、何いろいろやってないとちょっと気が済まないですね、スターウォーズの話しません、ね、スターウォーズの話このねフェイスブックをご覧になってください。鶴田則男さんはもう見てこうだって一応エピソード9これ一応全体のね最後と言われているのが、ね、先週の金曜日20日に公開になったんですけども、ね、僕まだ見てないんだけど監督は見てどうでした？いや僕はねだから賛否両論あると思うんだけど、うん、僕はハンカチ2枚ぐらい必要な感じでした。泣いちゃった、うんいやだってやっぱり大体最終回ってそういうもんじゃないですか今までのね、うん、最初が1977年でしたっけ。そうそう42年ですよ。うわハロニちゃんどうスターウォーズは知ってる見た知ってるけど今やってるの見てないです。今やってるのから見ない方がいいですよね。だって今そうやって、うん、もうね77年に本当にジョージ・ルーカスっていう人が、はい、最初にこれ実は、ね、自主映画なんですよね。えジョージ・ルーカスさんが自分でやったんですよ。これでこの話ご存知かと思うんですけど、それで当時あれはフォックス、うん、まあ自主映画と言っていいかどうかちょっとあれだけど、でも映画会社が頼まれたんじゃないですよ。自分で企画してやったんですね。もちろんですね。それでフォックスの方がなんていうかな、当時ね、だからフォックスがね、うん、アラン・ラット・ジュニアっていう人が、うん、社長だったスターの息子ですよね、うん、アラン・ラットっていう、大スターがいたんです。シェーンに出てる人です。シェーンですよね、うん、でそのアラン・ラットの息子さんが、映画プロデューサーになって、それで20世紀フォックスの重役になり、それで当時ちょうどね確か社長になったんじゃないかな、うん、そうです。でその時にジョージ・ルーカスが、アメリカン・グラフィティっていう作品でアカデミー賞にノミネート、うん、ノミネートです。取ったんだっけ、うん、ノミネートですね。です、うん、で取って注目をされたんですよ、うん、でその時にコッポラが要するにそのゴッドファーザーのフランス・コッポラという人が制作をして地獄の黙示録、うんはい、フランス・コッポラがジョージ・ルーカスのことを可愛がってて
で、アメリカングラフィティはその、コッパラが制作総指揮って形になってて作った映画なんですね。で、当時ジョージ・ルーカスは地獄の黙示録って映画を監督するつもりで準備をしてたんですよ。で、もう一つ、スペースオペラを、うん、脚本書いてて、でコッパラがやっぱりその可愛がってくれるんだけど口出しっぽいんですよね。それで鬱陶しいんで地獄の黙示録の企画あげるよっつってそれでその代わり使わずに口出しないでねっていう、うんうんうん、でその脚本をそのいろんなところに持って歩いたんだけど結局みんな断られてフォックスのラナッド・ジュニアだけは持ったんですよね。でラナッド・ジュニアがそれやろうっつってだけどもフォックスの人たちもこんなが当たるわけないっつってなかなかおもちゃのね子供向けの SF みたいなの当たるわけないで結局出来上がった作品を見てやっぱりみんなこれダメじゃないかとこの映画ね。だけどその時にルーカスのお友達のスピルバーグはこれは面白いと。で、あともう一人ブライアン・デ・パルマって監督がいるんだけどそいつはひでえ映画だっつってデ・パルマはそういうでしょうねデ・パルマはボロクソ言った、うん、でそっからまあ多分デ・パルマとそのスピルバーグとルーカスはだんだんこう分かれてくると思うんだけど、ね、で結局だからみんなが基本的にこんな当たんないよって言ってた実は帝王さんやなんだよね。うん、それがあの世界の興行記録を塗り替えるということになって、うん、ゴッドファーザーを塗り替えたことになるんですよね。そうですね、うん、あれだからその前にあのジョーズが、うん、あそうか、うん、塗り替えて順番で言うともうずっと風と共に下げると興行ナンバーワンでこれ以上の映画ないだろうって言われたのを塗り替えたのがゴッドファーザーで、それで、74年がジョーズかでその後に77年がスターウォーズで、うん、その後が E.T.E.T. ですかね。ね。それで、うん、タイタニック。タイタニックの間に何かなかったかな。なんかあったかな。タイタニックのような気しますけど。あったような気がする。ジェームスキャメロン。それで、アバターと。まあそうですね。いう順番になる。まあでもとにかく、スター・ウォーズってのは本当に最初、まあ、小さな企画で、誰も評価してなかったし、あとルーカスも、あの時、そのホックスに、映画化するためにそのマーチャンダイズを要するにおもちゃにするための権利だけもらってその他の権利はだから酔っ払っちゃったの。そうだろ。それでね要するにその工業の当たったうぬはもううちもらうとボックスが言ったわけ。それでそのいわゆるグッズとかですよね、うん、グッズとかの権利じゃ俺にくれっていうふうにルーカスがフォックスっていう映画会社に行った時グッズって何って言ったら「いやだからその人形とかなって、うん、ああげるあげる」って言ったのがこれがビッグビジネスで今やなってるっていうね当時はだから要するに映画からそういうキャラクタービジネスっていうものが生まれるっていうのは誰も考えてなかった、うん、そう。それでねフィギュアも一番出てるけど当時誰も思わなかった一番売れてるフィギュアって何か知ってます？「スター・ウォーズ」で。あのあれじゃないですか、あのなんだっけ黒い、うん、ダースベイダーです。そうなんだ、不思議ですよね、うん、これがね、うん、そうそう。というわけでだから最初は一作で終わるかもっていうことでやってたのね。でエピソード4からやったんですね実は、うん、で456ができて、あこれでスターウォーズも終わりかなと思ったら後に123ができてそれでもうないと思ったらディズニーさんがもっとあとやるわと儲かるし、うん、って言って789でその9が先週公開になったの一番最後の、うん、どっから見たらいいんでしょうこれはいやまだな時系列的にはだからやっぱり1から見たの復讐のだからこれじゃ、うん、もともとエピソード的には1からあったんですか。あった全体にはあった、まあ、だからまあちょっとそこがね小説家さんでも出てるからルーカスの頭の中のことだからまあねだから考えしルーカス商売人だから、うん、どこまでそれが本当か分かんないけど、でも一作目あんだけ大ヒットした時に、うん、あの実はこれ寄付作なんだよねって言ったのがその単純にそれはもうぶち上げただけで本当にそこまでの、ね、全部できてたかどうか小説はでも出たんじゃなかった。出ましたっけ、うん、まあノベライゼーションみたいなもんか、うん、それは、うんでだって6作でもう1回終わるって言ってたんだしね。そうですそれは言ってました、ねうん、でその最後の「スター・ウォーズ」をご覧になって、うん、10点満点で何点。いや僕だから8点ぐらいです、ね、ああそうですか、うんうん、いやだからそのやっぱりリアルタイムで見てきた人間としては僕も全部何かやっぱりたまらないものがあるわけですよ、うん、だけど逆に言うとリアルタイムでやっぱり77年の今エピソード4と呼ばれてるやつを456って見た人たちにしてみるとこりゃねえだろうっていうところも多分にあるんで、そうはもうさ割れますよ。でもやっぱりね人生この42年間を見てみると、僕エピソード1をね風切りの朝にね一番最初の回チネチタで見たの、うん、それでも最初にま、なんだっけあそこあの人ですよ、マーク・ハミルのあれが出てくる、ルーク・スカイウォーカー、そうルーク・スカイウォーカーで見て、うん、太陽が2つ出てるわけですよ、そこは地球じゃないから出て、うん、で最後まあこうやってあれが生まれるってとこで終わるのかな確か、ルーク・スカイウォーカーがなんかそのまだちっちゃい時代ですよね、エピソードも確かで
かな、確かそうだったような気がするんで、この後にこのルーク・スカイウォーカーどんな苦労するだろうと何か思ったんですね、うん、なんか涙が出てきました、あの2つの太陽を見た時に、ああ、あそこでつながるんだと、エピソード4にというふうにね、だから途中でなんかつまんないなと思った回もあったんですけども、でもまあよくぞここまで、いやまあというのは42年だから3年、うん、42年かかってここまで来たわけだから、ね、まあそういう意味ではあのご苦労さんでしたって意味でそう拍手してあげたいですよね正直僕もちょっと言い出すとキリがない不満はいっぱいありますけど、うん、でもとりあえずやっぱりここはもう拍手を送って送りたいな、ね、あともうスピンオフやめてほしいですよね、こうなったら、まあ、ローグワンは僕面白かったですけどね、あそう、うん、ただハンソロはちょっとハンソロもだ NG でしたね、うん、黒沢さんはハンソロ本命でしたけど、黒沢清さん、うん、合わんなあの人と黒沢清さんはこの番組の最初のゲストですけど、あそうなんですか、素晴らしい、いやさっき年賀状出しましたフォローしてどうする、ではこの曲の後ですね、今日の本題に行きましょう、はい、映画ゾンビオリジナルサウンドトラックよりメインテーマ、すげえ、貴重品ですか、貴重品ですよ、うん、あの何もまだ皆さん、皆さんにプレゼントしたやつは僕のサイン、僕と里見のサインが入ってるんですけど、あのちょっと余ったやつだけ戻ってきた一冊ぐらいくれたっていいよ、しょうがない、じゃあ後であげますよいいですそれは あくまでギャグです、ギャグそんなつくましい21年間もご苦労さんですね、これ一銭も払ってないのにすいません、すごい、あ最初からこんな、うん、いや最初はなかったです、始まってちょっとあってから、うん、大変長らくお待たせいたしました、あれは4年前の出来事です、2015年、岡村さんこういうものを書けてから書いたんだけどさ、まあ売れるかどうか分かんないけどよかったら読んでみてよと言って、ある児童小説の第1巻と2巻をいただいたのはちょうど2015年12月頃のことでした、くれた相手は J ホラーの父鶴田則夫監督、私は自分の映画を撮るためにスウェーデンに行く飛行機の中で2冊読み終わりました、あまりにも面白くてもう1回読もうと思ったけど、横にいたアシスタントの北園桜が私が次読むと言って、取られてしまった思い出があります、で1冊目がどれぐらい売れたんだっけ、バッと売れたんですよね、1冊目、まあ、1冊というのはそれはもう分かんないですけど今、うん、あのトータル12月の13日に、第13巻がすごいこと、13日の金曜日に13巻が発売して、しかもサブタイトルは13日の金曜日というサブタイトルそのまんまやない、だから4年間で13冊売っちゃった、そうですね、すごいですね、で今回帯にわざわざ入れてくれたんですけど、シリーズ累計45万部突破って帯に入ってます、これを見ると買わずにいられようかそしてなんとこのスタジオの中で自腹で買った人がいます、ありがとうございます、松川春奈ちゃん、あはい買いました、ありがとうございます、あ林和夫さんも買った、ありがとうございます、ありがとうございます、でこれがですね、まあ、簡単に言うと恐怖コレクターというシリーズなんですけども、あのざっくりとどんなシリーズでしょうか、ですね、千の不思議という謎の少年、まあおそらく小学6年か中学1年ぐらいのなんですけれども、うん、少年がいまして、赤いフードをかぶって赤い手帳を持っているというですね、その子が全国各地をうろうろと歩いてるんですけれども、何をしているかというと全国の都市伝説が具現化してしまっている、現実になってしまっている、それを回収して歩いてるんですね、まあ都市伝説っていうと、まあ、一番有名なのが口先女とか、あなんだろう、隣の腹、トイレの腹、トイレの腹とかいろいろありますね、そういう、うん、全国に住むのいっぱいあるんですね、でそれがなぜか本当に起きちゃってて、でそれを回収するのに赤い手帳を開くとそこにこう都市伝説が回収されていくんです、うん、だけどじゃあもともとなんでその都市伝説がそうやって現実具現化しているのかというと、実は不思議の双子の妹の秘密というのがありまして、その子が、都市伝説を本物のものにして歩いて全国歩いてるんですね、うん、でそれを、まあ、責任を感じてなのか何かよくわからないんだけれども、追いかける形で
秘密を追いかけつつの、都市伝説を収めて歩いてるというのが基本的な設定なんですよ、うん、でロードムーブみたいな。そうですね、うん、でその不思議の、あっていうか秘密、双子の、兄弟の妹の秘密の呪いにかかってしまって、人面犬になってしまったジミーという中年男がいたりとか、それが今不思議と相棒バディを組んで一緒に歩いている、うん、いるし、秘密の方は秘密の方でどうも秘密が悪いわけではなくて、青い傘の男というですね、怪しいやつがいて、そいつにどうも秘密は操られている、うん、どうもだからその青い傘の男が何かこの世界に対して日本全国にですね何かをやろうとしてるっていうことだけ今分かっているという中で話はずっと続いてきてるという状態ですね、うん、で今13巻目に来てもう岡野さん最初から言われたんだけど、こういう内容だから13巻続いたらぐらいまた続いて終えましょうねみたいな、13縁起の悪いところで終わりましょうと、初めから僕第一からずっと言ってました。そうそうそうところが角川は許しません。いやまあ本当にそういう感じのところもありますね。だって出せば分かりますな。だミスミス損することありまへんがな。いやいやチャンスを、まあ、でも本当にまあ角川がというか読者の皆さんがすごい今ねいろいろ投書くれるんですけど、まさか終わったりしませんよねとかってか、ファンネタが来るわけですよ。これがね、もし面白いのは、巻末に、今回4ページほどですけども、この佐藤みどりさんという2人で、佐藤みどりってのはおっさんですよ。おっさん。女性だと思ったら、で、この巻末4ページぐらい、京コレ通信という欄があって、はい、まるでこれラジオ番組ですよ。ついでのお便りですっていう感じで、監督と佐藤さんと、この、なんていうか、読者の、子たちのコラボの、この場面もほのぼのとしていいですよね。最近ねそこは人気が出ちゃっ てね、この最後の4ページ、昔2ページだったら今4ページになりましたこれ面白いね。だからもう皆さんから来るファンレター読んでるだけで楽しくて、でいろんな都市伝説も、まあ、教えてくれるんですね。でそうなんや、うんうん、いろんなその学校で、私の学校ではこういうことが今流行ってますとか、こういう話を、同じ学校に通っていたお兄ちゃんから聞きましたとか、ね、これだ土地によっても多分違いますよね。全然違います、うん、全然違うと思う、うん、ちなみに口先女は岐阜から始まりました。この人詳しい、岡村さん詳しい。私が口先女を広めたラジオの DJ の一人です。私はそうなの。ウイスダリトンネルというところがありまして、そこの入り口にマスクした女の人が立ってるという、そういう話が、そういうハガキがどっかから来たんですね。で私は坪井のりおさんという有名な方とか、いろんな方が当時僕深夜放送の DJ だったんですね、バッと広めて今日に至る。でその分、はい、使用料よこせとそんなこと言ってますね。いや面白かったらいいです。ハンパラちゃんはなんかそういう学校とかそういう話聞かなかったの？やっぱりでもトイレの花子さんはやっぱ有名でした。やっぱありましたね。学校の中で、学校の2階のトイレ、ね、一番奥にあって、いやーやっぱりそうなんだ。そう一番奥にあって、ちょっとこうなんていうんですかね、なんかちょっと暗いんですよね、はい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 、のその個室の一番奥、はいはい、そこに滝巻がいる可能性はある。可能性はあるのかな。可能性がそれはやっぱ一番有名でしたね。なんか誰もそこ行かなかったです。あ、なんか怖いよ。誰かが言い出したらそうなっちゃうね。そう。だからもう怖くて行けなくて。これね、本当どこの学校の話聞いても大抵ね、一番奥の奥のトイレの一番奥の個室なんですよ。いや、そうなんですよ。やだ、生々しい。でも一回僕の小学校の時で、僕が小学校の時にトイレに人間の足が落ちてたことがあって、ちょっと待って、足跡じゃなくて足が落ちてた、人間の足が落ちてたトイレの中に。どういうことで子供たちがガーッと含めてうわーっと大騒ぎになって、それで学校の先生たちってみんなうわーっと集まって、つまりボットン便所ですね。そボットン便所、それでこうやって覗いたら足だーって、それでなんだって大騒ぎになって、それでなんかでこう上げてみたら長靴だった。番組の途中ですが、次の曲に行きます。今日うすうす皆さんお気づきでしょうが、第2部の選曲は全て鶴田典夫監督にお願いしております。でもこの話でこの曲行くのか。これはいい映画でしたね、はい、でこの曲の後恒例の、はい、リハーサルなし一発生本番朗読をみんなでやろうと思います、はい、お楽しみに。映画天気の子オリジナルサウンドトラックより、愛にできることはまだあるかい。
愛にできることはまだあるかい。映画は天気の子オリジナルサウンドとよく思いました。はい、とっても素晴らしい映画だったんですけど、その話はあの時間がありませんのでしません。12月13日の金曜日に恐怖コレクターという角川翼文庫から出ています。このシリーズの13巻目、13日の金曜日が発売になりました。いつものようにこれは、6つのそうですね、エピソード、はい、6というのは西洋では縁起の悪い数字と言われております。つまり13巻目で6つのエピソードがあるということはいかに縁起が悪いか、こういうのを狙ったかどうかはともかくとして、6つのお話がありまして、ひもじい、うん、カタカナ黒い猫、呪いの ID、隠された予言、駅前ロータリーの女、そして13日の金曜日と、いろいろあるんですけども、その最初のね、ひもじっていうのがね、まあ、いわゆるこの宝飾の時代にね、うん、もうなんかこう残したりなんとかって、そういうふうにちょっとちくりと言っていると。で、今この世の中にはね、食べたくても食べられないキノコがあるなというふうにちょっと思い出したりしましたけどね、いろいろあります。この中で、春菜ちゃんはどれが好きですか？私あの5つ目の駅前ロータリーの女っていうのが好きで、うんうん、これなんかあのなんだろうな、まあ、ずっと一つ目のものから読んでたんですけど、うん、その5つ目の駅前ロータリーの女になった時に、そのちょっと大人っぽいね。そうなんですよ、中学生の話、うん、まあ、登場人物じゃ登場人物が中学生っていうのもあるかもしれないんですけど、少しなんだろう、恋愛も絡んでたり、うん、あとなんか外の情景をなんか出てくるの、なんか映画みたいなのね、うん、これ読んでも大丈夫ですか？どうぞ、うん、大丈夫です。その冷たく澄んだ空気が夜空の黒をより深くしていたという、急になんかあの今までなかったのにもう鶴田紀夫監督が書いた文章です。急に出たから自分で言われて恥ずかしくないですか？これは自分で書いてめっちゃ良かったんですよね。あ、ありがとうございます。ここちょっと違うね、この駅前ロータリーの。あとなんかその後に、うん、冬の頼りない午後の日差しが街を照らしていた。またかっこいいです。めちゃくちゃ良くないですか？女にモテるんだよ。いやそんなことない。林和夫さんはどれが好きですか？この6つのエピソード。私はね、13日の金。私は13日の金です。一番最後ですね。僕はね、呪いの ID って3つ目のエピソード、ね、ーこれはあの監督のトーキングデッド、あのトークトゥザデッド、ごめんなさい、ちょっとあれを彷彿とさせる部分もあったりして、うん、こう死者との会話とかちょっと怖いなと、今 ID をね一回獲得登録アカウントを持ってしまうと怖いなって、今のさっきのあの滝巻の映画の紹介だったかな、じゃないけれども、ちょっとこの IT 時代のこれなんか今の、うん、今をついているというね。あ、でもね、本当にでもこれね、あの実際に今ネット上とかでちょっと話題になってる都市伝説のことになってるんですよ、うんうんうん、ね、こういうあのスマホの中にもちょっといろんな恐怖があるということが出てくるんですが、これ以上喋っていると、大変ですから恒例の、リハなし一発本番、朗読をやろうと思います。ちょっと待って、私はずきループを用意しますさあ監督からどのエピソードいきますか？もう兄弟作のね、13日の金曜日のね、やっぱり、うんうん、ちょっとクライマックスはちょっとまずいので、うん、クライマックスに行く前のところの、まあ序章部分というかな、うまいですね、監督、はい、いや配役はで、もうジミーは当然岡村さんなんですけど、はい、ちょっと不思議を春菜ちゃんにやってもらおうかな。はい、ありがとうございます、うん、でね、あのイタコ、この方からイタコって、うん、あのミコですね、イタコの、そうだな、ハシヤスキョじゃないって、そうじゃなくて、要するに霊を呼ぶ人です。恐れ山にいる人です。が、滝巻さん、そりゃそうでしょ、滝巻さん、そりゃそうですか、滝巻さんで、あと鉄平っていうあの小学校6年の本が出てくるの、うん、ちょっと小学校6年なんだけど、それを頼みます、はい、池田さとし君、はい、頼みます、で、はい、でちょっと申し訳ない、投影のところ、はい、いや全然申し訳ない、はい、じゃあ皆さんちょっとマイクのそばに来てください、はい、リハなし一発本番朗読を行きます、はい、13日の金曜日です。はい、じゃあいいですか、行きますよ、はい、じゃあ一応僕出しますけどね、はい、はい、行きますね、はい、はい、じゃあ行きます、よーい、はい、ほう、人面犬かい。いや、見るのは初めてだね。一人のおばあさんが家の縁側に座り、不思議とジミーを見ていた。シワだらけの顔に優しい目が見える。老人は船の壁に貼られていたポスターに写っていたイタコの大倉のおばあさんである。俺を見て驚かへんなんて、さすがイタコやな。イタコなのは関係ないよ。
都市伝説や怖い話は何も全てが嘘というわけじゃないからね。おばあさんはそう言いながら不思議をじっと見つめた。君は赤いフードの少年か。懐かしいね。子供の頃に聞いたことがあるよ。子供の頃やって？おばあさんの言葉にジミーは驚く。同時にかつて後輩記者の斉藤が書いた雑誌記事を思い出した。それは顔のない子供についての記事だ。昭和初期、ある山あいの村で住民たちは長雨を止めるために不思議な能力を持つという双子の兄弟を瞳悟空として捧げた。だが厄災を招いてしまったようで、瞳悟空の儀式の直後、全住人が忽然と姿を消してしまった。唯一子供が一人だけ助かったらしい。それが双子の兄弟の一人だったという。昭和初期っていうところにずっと引っかかってたけど、やっぱりあの記事はほんまやったんやな。ジミーは助かった子供というのが不思議か秘密のことだと思っていた。それにしても赤いフードの少年か。ジミーは不思議の方を見る。不思議も秘密を探しに行くうちに、いつしか都市伝説の一つになったんだろう。しかし不思議は表情を全く変えず、おばあさんを見ていた。島の人たちがあなたが島では一番都市伝説に詳しいと教えてくれました。この島にある都市伝説について何か知ってることはないですか？この島にある都市伝説か。そうだね、一つだけあるよ。どんな話です？13日の金曜日という都市伝説だよ。少し皆さん巻いていきましょうか。はい。おばあさんが言うには、この島に伝わる古い伝承なのだという。13日の金曜日に13個の不幸が起きるというのだ。13日の金曜日やって？それって今日やないか。今日は13日の日曜日だった。金曜日だった。一つ一つは軽く怪我をするとか捻挫をするぐらいの小さな不幸らしいんだがね。おばあさんがそこまで行った時、一人の男の子が縁側に駆け込んできた。鉄平である。あ、鉄平君、聞いてたのかい？ おばあさん、僕の周りで今日怪我をした人がいっぱいいるんだ。鉄平はおばあさんたちに4人の人が怪我をしたことを話した。なるほど、それがこの島で感じた気配か。不思議はつぶやく。せやけどおばあさんの言うた通り、どれも軽い怪我ばっかりやな。ジミーはほっとする。いるか？鉄平が驚くと、ジミーはニカッと笑った。大丈夫、とて食べたりせえへん。俺は安全な人面犬や。人面犬？都市伝説の？ジミーは、そうや。と笑顔で答えた。だが、鉄平は困惑した表情を浮かべていた。この島はどうなってるの？13日の金曜日に人面犬、それに青い傘の男で黒いフードの女の子までいるなんて。瞬間、不思議が目を大きく見開いた。青い傘の男をどこで見たんだ？秘密はどこにいた？カット。いや、なんかこれ今回初めて台本というかコピーを取って皆さんにお渡ししたら、皆さんすんごい気持ちを入れてやっていただけるんで、その代わり時間がかかってしまった。庶民話いっぱいいっぱいでしたな。今日最後の曲出す。この世界の片隅にオリジナルサウンドトラックより、悲しくてやりきれない。やりきれない。監督、この世界の片隅にがさらにバージョンアップして、この世界のさらにいくつもの片隅にというのが、スターウォーズと同じ、先週の金曜日から上映始まってるんですけど、これがね、約3時間の作品になってるんですけど、はい、素晴らしい。前よりも、いや、前のも素晴らしいけど、これも素晴らしい。前僕1位にしました、その年。真の侍が長尺版との短い版がありますけど、あれ両方とも傑作なのと一緒で、これも、この世界の片隅も長いのも短いのも両方とも素晴らしいので、これ今回ね、ぜひ見ていただきたいですね。この番組では皆さんからリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号211-8566、川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎044-711-1400、711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kst@川崎 fm.co.jp までお待ちしております。
監督なんか今日赤い手帳があるんですけど、この、あの、この小説に出てくる、そうです、あの、京古田に出てくる赤い手帳、うん、で、海外という作品をですね、今一緒に同時に もう一個のシリーズが進行中です。で、それのキャンペーンで、これを作った、あの、これはもう応募締め切っちゃってて、配布しちゃってるんですけれども、うん、あの、もうこの番組でお世話になってますんで、あの、岡村さんにこれぜひ一つプレゼントしたいと思います。いや、あ、本当にいいんですか。いいな、はい、じゃあ2万円からいきます。2万円はい、2万5000円、大事にしてくださいよ、それ、はい、貴重品なんだ。ただ、これ皆さんに配ったやつは僕のサインと佐藤君のサインが後でサインして、はい、これじゃあ来、次はもう買い上げが出るの。じゃあそうですね、来年は何月ぐらいですか。多分春、春、うん、じゃあその前にまた来て映画の話をいろいろします。はい、よろしくお願いします。松川春菜ちゃん、今日で最後ですが、最後に一言お願いします。はい、皆さんありがとうございました。あの、すごく楽しかったです。泣けって言われたけど全然泣けません。岡村陽一のシネマストリート。ありがとうございました。あ、良いお年をというの忘れちゃった。はい、志村岡さん、今年最後のシネマストリートいかがでしたでしょうか。そうだ、最後なんだ。うん、やっぱりこの時期はくるみ割り人形の DVD を皆さん見ましょう、はい、映画もいいしバレエもいいと思います、はい、どうぞお出かけください。はい、メリークリスマス、はい、良いお年を。さあ、そして、今日は、一発本番朗読を一緒にやりました。林和夫さん、いかがでしたでしょうか。今日はですね、一発本番、うん、あの、事前にコピーが配られてたんで、ちょっと余裕ありましたね。余裕ありましたね、うん、あの、なかなかいい出来に仕上がったと思います。でも間違えました、すいません。よくあることよ。また次回頑張りましょう、はい、よいしょ。そして鈴木さん、はい、今日はいかがでしたでしょうか。はい、もう、はい、はい、まだクラウドファンディングやってます、うん、レディフォーラーリーでよろしくお願いします。はい、そして今日は、あの、砂掛けババアですかの役。ああ、イタコのババア。イタコのババアの役をやりました。竹巻どうでしたでしょうか。楽しかったです。こんな、あの、朗読参加できたの2回目なんですけど、うん、またぜひぜひ鶴田さんとご一緒したいです。ね。ありがとうございます。そして、新人でございます。はい、新人でございます。池田聡君、今日朗読の参加もありましたが、どうでしたでしょうか。もう最初いろいろ言いたいこと喋らせていただきまして、うん、ありがとうございました。朗読も楽しかったです。なんか小学校5年生の役って新鮮でよかったです。ね。またいらしてください。はい。そして、ジェイホラーの父。パパパパン。それウルトラマンだ。はい、鶴田成夫監督。はい、あの、もう本当にね、岡村さんに13巻まで出してねって言われたら本当に出ちゃって、うん、しかもまだ終わらないというですね。ね、本当にありがとうございます。うん、はい、うん、これからもよろしくお願いします。はい、そして今日で最後でございます。残念。はい、松川春菜ちゃん、半年間、あの、それ嘘泣きですから。アシスタントご苦労様でした。ありがとうございました。はい。はい、本当今日最後だったんですけど、いつも通りなんかふわふわゆるゆるさせてもらって、はい、楽しかったです。最後まで謎の人でした。まあ、もう二度と会うこともないと思いますけどもまた来てくださいね、はい、ゲストで。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、なんかね、春菜ちゃんとの別れというのがね、うん、寂しいような嬉しいような嬉しいようなね、どっちやねん。まあ、でも本当に女優さんとしてまたね、ぜひいらっしゃってください、はい、ということでございまして、もうなんかね、リラックスタイムでいいですわ。ちょっと朗読は緊張しましたけど両方あってよかったですね。今日ね、スターウォーズの話もさせていただきました、はい、皆さん、恐怖コレクター第13巻、13日の金曜日、はい、ぜひお買い求めください、はい、税別660円。お正月これ楽しみましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週です。あ、来年です。良いお年を。良いお年を。